はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。 NGU ボーイズのショーでございます。で、前回ヘルクルスリッキーブルーを見事に倒して、最後のその鍵となるアイテムを入手して、その炎の山へ行けるようになりました。まあ、今回ね、まあおそらくこの育てて冒険編の最終回となると思います。まあその後はどうすっかな。とりあえず虫のコンプリートを目指してみますかね。それが終わったら、なんだろうな、まあ、他のモードへ行ってみようかと思います。で、今回はねこちらで行こうと思います。はい、カブトムシことシガマサ、ヘレクエスリキブルーがいたところで、掘って育てました。で、強さが194ですね。まあこれはもうね、この技とかのねポイントがあってこうなったんですけど、強いよね。というわけで炎の山出発しましょう。アイテムもね、復活の歯が3つと、小さい木の実と大きな木の実が2つと、まあとりあえず揃えております。まあ木の実はまあ掘ったらいいから、そこら辺で。よし、じゃあまず初戦といきましょう。ヌナコブ、まあ雑魚ですね。まあこれ一発で決まるんじゃないでしょうか。スーパートルネードスロー、うん、炎の山、まあ、どんなステージなんだろうな、ちょっと。あとは、まあ、皆さん。今ね、世間ではコロナとなっていますが、いかがお過ごしでしょうか。ちなみに撮影の日がね、4月10日、11時、38分です。残ってんのか。よし、勝った。まあ、あれですよね。とりあえず、外に出ない方が一番ですよね。本当に食料買いに行くとか、そういうことがない限り、本当に出ない方がいいです。いや、だってもう、シャレにならないですよ、本当に。じゃあ、入りますか。来たー。さてと、あ、ちょっと待って。一旦、ちょっと、アイテムを木の実で埋め尽くそう。よし、じゃあ、いざ帰れるために、ジャンプ層、一個だけでいいわ。それ以外は、ちょっと、小さい木の実だけでも埋めよう。よし、行きましょう。いやー、これ、どっちから行ったら、来たか。キプルス強化型。ええスーパーミストから、やっべえ、強さも200超えてる。殺しに来てるわ。どうすっかな。てか待って、動きがさ、ボス昆虫と全く一緒じゃないこれ。やっべえ、こいつら。もう完全に殺しに来てる。やっべえ、虫変えるが、やめとこう。最後は日本の侍でクリアしたい。相手は技使えないから決まるかな。よし、やべえ、バランスタイプだし、何より強さが俺より強いぞ。決まってくれ。いやー、これまずいぞ。このステージ、殺しに来てるもん。相手もスーパー技はきついぞ。うわー、一発でやられてくんないわ。やべえな。あと一回で勝てるけど。よし、勝った。よし、勝った。いや、怖いね。みんな小型スーパー技持ってんのかな。やばくないそれ。俺。わかったわかった。ち
っと回復するか。いや怖いよそれ、一番やばいじゃん。これでマックス回復して、うわー黄金鬼しかも220、パネーな、マジやべえってやつ。これ持ってねえぞこいつ。うわーやばいって。で動きもさ、うわーボス昆虫と同じだ。効果よっしゃいいぞー、やったー、よし勝て勝て、負けることが許されんぞ、一戦一戦がな。おこれかな、よかった、やべえマジで油断ならんぞこの一戦一戦が。だって相手がさ完全にさ200を超えてさ、動きもボス昆虫とまるで同じ動きするんだもん。しかも小型昆虫に関してはスーパー必殺技を習得してるという、潰しに来すぎ。これだ、かーくそ攻撃ダウン、やばいぞ。バランスタイプか、まあまだ百裂拳食らうだけはまだいいでしょう。だけど攻撃力下がっちゃうな。あでもグーだけだから、いやーだまやばいな、怖いよこれ。いやー今回いやーラストボス戦ですねこれはね、まさにふさわしい。なんだろうな、おー、これは必殺技かな、違ったアイコボーナスだっけチョキは。あーまずい、必殺技が攻撃力下がるのは痛いぞ。あのこのステージのヤバさを、あの前に実況したその昆虫ウォーズで例えると、それで例えると、あの、初っ端からサソリがね、たくさんいるような感じ。15匹とか。そんぐらいのヤバさじゃない。いけるかな？やべえぞ。もう体力がこんなに下がってやがる。これでどんくらい減ってくれるかな？くそ、普通に虫変えればよかったかな。いや、それだとな。やっべやっべやっべ。パー。いやー、しまったこりゃー。やらねねねべがれー。耐えろ。瀕死でも耐えてくれやー。貫通やー。あ、待って、これ通れるから。あと二つ持ってるぞ。取りますか？取れた！ごめんね。ちょっと待って。クリスタル？また黄金鬼だ。行くしかねえ。同じ虫で出迎えるとは。くっそー。どう来るかな？さあ、マジか。やっべえ。やっべえ、やっべえ。くそ、残り2回チャンスがある。もう1回やられる気にがね。ここはどうするべきか。アイコ。アイコで相手がどう来るかな？バカめえ。いいぜ、いいえ。いいじゃん、いいじゃん、すげえじゃん。これで相手の必殺技を封じる。それでどう来るかな。グー系だったら、ここは、グーで行ってみっかな、次は。
どんくらい減るかな、これで。半分以下言ってくれると助かるぞ。いいぞ。さあ、いやでもこれでいっか。あー、やっぱそうだったか。くっそ、チャンスが逃したな、これ。技、えい、あぶねえ。まだアイコならいいよ。あー、えい、よっしゃ、行こう。まだアイコならいいよ。いや、ペンペン、よっしゃ、あったやった、よっしゃ、よっしゃ、2000、ま、1000クリアね。1回戦負けてっからね。あ、水郷さんの元、動画界でね、いじって分かったんですけど、たまに2つ落とすことがあるんですね。回復しようか。じゃあ、小さい木の実で、我慢し、でかい木の実で、じゃあ待ってしょ、見えますかこれ。正直、今はね、待って、次何が来る？ちっちゃいやつだ。150。いや、ちっちゃくても油断しちゃいけない。スーパー技使ってるか。アックスボンバー。プロレス。で、ザ、スーパーアクシズ。持ってねえ、この技。欲しいな。210。やべえな。えい。よっしゃー。いいぞー。だけど、油断しちゃいけないのがこのステージ。これか。よっしゃー。やったー。フォレストブリッジ。相性がね、いい技だと、攻撃力もね、高くしてくれるからね。そこはちゃんとカードを照らし合わせてみないと。連続で怒ったから怒ってる。よっしゃー、へい。まあ、必殺技使わないのかな？それがちょっとわかる気がするわ。どう出るかな？これかな。アイコ。まあいいでしょう。アイコならまだいいよ。ん？ああ、その、そのまま使う。そうだった。そのまま使うやつじゃないかよ。これでさ、調子乗ってそのまま次も出してくれたらいいんだけど。目つぶし？目つぶしから。ええー。すごいな。小型でよくできるやつで。どうくる？やーい、バカタレがこの野郎。同じ手を使ってくるのがお前の範囲だ。よし、2回戦もクリア。いいぞ。これでやられてくれる。よし、勝った勝った。このエフェクトは、勝ち確。さてと、問題は次でボスなのかな？ 200？ ああ、いかない、200いかないか。行ってみますか、とりあえず。来た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 。確実にボスだ。さてと、問題はボスは誰なんだ？もうヘラクスリッキーと、アクティオンとマンディーは出てるから、誰がいるんだ、残り。タランドゥスとか、まだ金だったらね、ギラホとかなんか、そのあたりいるけど、ボスは誰ですか？掘れるんだ、一応。まあ、行きましょうか。待って、復活の葉は？残り2個。まだチャンスは2回。ノーコンティニューで、クリアしてるぜ。ギラファー、ギラファか。うわー、ギラファー。うーわ、まがまがしすぎる。うわ、かっこいい。ギラファ
300。そっからちょっとしか上がんないか。いやー、ギラファか。しかも300だ。油断すんな。チョキ。ジャスティス。300か。俺のギラファでも今224とかだぞ。よし、マジでノーコンティニューでクリアしてみせる。お、見たことないぞこれ。必殺技は出してこないでしょ多分。それを信じて、イエーイ、やったー。いいぞ。相当なことがない限り必殺技は使わないはず。いいですよ今。くっそ、これ技封じいってないな。これくっそ、使えよここで技封じ。そうすればさ、こっちの価値格ももっと上がるんだよ。よし、半分以下、半分以下、半分以下。連続で勝っ、え、なんかいい感じのか、あー負けた。焦らせか。やばいぞ。どんくらい食らうかな。相手アタック300。減らすね。こいつは畜生。アイコ。アイコならまだいい。怖いな。これ、俺も食らったらおしまいだしな。決めるのはここしかねえ。いけ、アイコ。怖い怖い怖い。ここで決めねえと。いけ、アイコ。またかよ。くそ、怖いぞこれ。アイコは怖い。やばい、ここで決めねえとマジでやばい。いけ、アイコ。ちょっと何これ、声が、何を出せばいいんだ俺は。いけ、くそ、いやー、ここでもういいとか。くそ、マジか。くそ、やられた。いやー、マジか。いいとこだったじゃんめっちゃ。なんかさ、最後の最後までアイコでさ、マジかよ。うわー、めっちゃ惜しかったじゃん。うわー、やられちゃったよー。いやー、だからまだチャンスある。マジかー、負けちゃったなー。こうなったらコンティニューしてまでもクリアする。いや、それゲームやないかーいってな。まだ1回、よし、今の反省を踏まえて、行くぞ。いや、同じ手を使ってくると思えないが、だから読んでいかないといけない。飛ばす。よし。だから相手は必殺技を使わないと、俺は読む。おい、使ってくんじゃねえ、バカタレ、おい。くっそ、ちょっと。おい、おかしいだろ、お前。最初からそれ使うのか、お前。おーい、絶対死ぬやん。あ、まだ残るのかな。おーい、瀕死やないか、おい。おーい、2回戦目がこんなあっさり終わるなや。うわ、きついぞ、これ。これ。アイコ。いいでしょう。アイコならまだいい。相手同じ手を使わないと、志す。アイコ。
よっしゃい。ちょっとずつ勝とう。こっちもアタックタイプだから、全然減らないじゃん。技使われると困るな。ガンガンガン。もう使ってきた。くそっか。もう。悔しすぎる。必殺技使わないだろう。よっしゃ、よし、いざ。相手の必殺技をこれで封じる。そうしたら敵はグーとパーしか出せないわけなんだけども、よし、決まった。いいぞいいぞいいぞ。今んとこ決まってますね。よし、この年でアイコと勝ち続けるぞ。この2点をやるようにしないと。やばいなぁ。いや、ほんとね、道中の虫も強いんですよね。よし、半分以下。これ必殺技を確実に出させないように。よ、いい。ほんとに調子いい。何？たまにあるよね。なんか、前よりもさ、すごく調子よく勝つとき。いや、いいぞ、でも。再び、必殺技を封じた。とどめだー！くそー！とどめといかなかったか。よーし。相手に絶対に必殺技を出させてはならない。くそー、だがまだ、普通の必殺技ではないはず。最後の力ってなんだっけ？倍返しでくんだっけ？ああ、まずい気がするぞ。やばい。焦らせの上に。暗い。ああ、あいこ。やばい、次で決めないと。暗い。よっしゃー、やった。あいこ勝ち。勝ったぞー。ググ。お、俺を倒しても、また新しい虫がやってくる。ギラファが身投げした。おナレーション。永遠ループですか。どんな相手がやってきても、君の虫たちならきっと。何この打ち切りエンドみたいなやつ。まだまだ遊べるよ。遊べるの？終わった。俺映ってんな。というわけで終わりました。いやー、これパート、5かな、これは。うん、1回目が、なんか普通の冒険して、パート2から、そのグーのエリアに行ったりしたから、ここですね。いやー、短かったですけど、ね、こうやって、クリアできてよかったですね、とりあえず。今こうやってなんか、制作に携わった方々がの名前が流れていますが、いやー、ほんと虫キングね、ほんと大好きなゲームなんですよね。すごいね、なんかいろんな虫の技が流れてるよ。あ、マルズハンマー。
いやー、ほんと僕がね、生まれたのがほんと2000年ですからね。その時からもう虫キングはやさ、始まってて。ほんと小さい頃ね、ゲームセンター行くたびにほんと虫キングをね、やってましたね。そしてちょっと後々出てきた恐竜キングも、ほんと同じ時期に始めて。で、さらに、ポケモンバトリオとか、それもね、出てきて、それもあのね、虫キングと同じぐらい遊んでましたね。いやー、ほんとね、だって、昆虫王者虫キングだってもう2年前にね、終了しちゃったんだもんね。いや、今度やるときはさ、ちょっとね、昔のような、なんだろう、あんまりガチャガチャとボタンが多くない感じで、なんか復活してほしいな。で、今度はちゃんとなんか、アダーじゃなくてもいいけど、またね、ポポが主人公でさ、また新たなさ、敵が出てきて、それがまた森を荒らしてるみたいな感じでさ、早いな。あ、終わっちゃいました。あ、マックス。マックスか。まあいいでしょ。とりあえず、このね、場所も、なんか幼虫が掘れるみたいなんで、とりあえず掘りましょうか。何が掘れるんだっけな、俺覚えてないわ。一例。いや、クリアできましたね。虫のコンプリートは全然しないと思うんですよね。まあ、番外編でそれやりますか。まず。番外編その1が虫のコンプリートみたいな。何かもらえる気がするんだけどね。あ、しまった。まあ、切り取りなしで掘ろう。いやー、強かったなー。読みがさ、ほんと、今までの虫と違うからね。だって全然ね、なんだろう。いや、手を緩んでるとこなんかなかったしね。ほとんど、いや、全部と言っていいほどなんか、読んでたよね。こっちの手を。いやー、まさにボスにふさわしかったね。じゃあ、これを掘って、あ、満タンですね。満タンになったので、次回、番外編で、この掘った虫たちを、まあ、どんな虫なのか、ちょっと見ていきましょう。はい、というわけで、昆虫王者虫キングスーパーコレクション、育てて冒険編のストーリー編はここで終了となります。次回、番外編でいきます。まあ、さっき言った通り、まずはここで掘った虫たちを孵化させて、まあ、虫のコンプにちょっと手を、まあ、力をね、使っていこうかなと思います。で、それ以降は、まあ、いろんなモードで遊べたら遊んでいこうかなと思います。では、また次回の昆虫王者虫キングスーパーコレクションでまたお会いしましょう。では、バイバーイ。